おう、俺に何か用か？ん？ひょっとして教会から来た冒険者か？え、わかるのか？その格好と顔つきを見れば相当なやり手だっていうのがすぐにわかるさ。ふふん、なかなか見る目があるな。この業界にいると鑑定の仕事も多く任される。石も人間もこの体にかかれば一目で見極められるってもんよ。二人とも少し待っててくれ。もう一人の助っ人がそろそろ来るはずなんだ。ちょっと待てよ、仕事はオイラたちに頼むんだろ。他の助っ人と報酬を山分けするなんてことないよな。はあ、正直なところ今回の一件はかなり厄介なんだ。冒険者だけじゃまだ心もとなくてな。それで、おいおい、他の人にも頼んだのかよ。おじさん、オイラたちの腕を舐めてもらっちゃ困るぞ。お前たちはまだ詳しい事情を知らないだろう。今回の一件は鉱山で起きたことでな。しかもただごとじゃない。それに鉱山に事故はつきものだ。だから念のためこの業界の専門家にも依頼したんだ。鉱石鑑定や地質分析とかは冒険者には荷が重いだろ。専門家を連れていくのもいざという時のためさ。それに俺が見つけた人は玄人中の玄人。どんな石だろうとその人なら一目見ただけでお見通しなんだ。俺の見立てではあの人は世界で一番鉱石に詳しい。そんな専門家を知ってたら依頼しない手はないだろう。ちょっと待て、世界で一番鉱石に詳しい人はその人じゃないと思うぞ。どうしてだ？だって一番詳しい人はオイラたちの友達にいるからな。上には上がいるってのを教えてやるぜ。ここで待ってろよ、今その人を連れてくるから。勝利はきっと講談を聞いてると思うぞ。講談師のところに行けば会えるはずだ。いらっしゃいませ、超新鮮魚がいいよ。前回の続き、岩王帝君は見つけたぞ、勝利。お前たちも講談を聞きに来たのか。なかなか粋な心がけだ。いや、オイラたちは勝利を探しに来たんだ。今空いてるか？時間ならあるが。地質と鉱石に詳しい人が必要なんだ。地質と鉱石。この大陸中を探し回っても勝利より詳しい人なんていないはずだろ。その依頼人が世界一鉱石に詳しい専門家を見つけたらしいんだけど、テイワットで一番詳しいのは勝利だってことをオイラが証明してやる。ふん、なぜそうも他人と比べたがる？そんなんじゃないけど、タイが勘違いしてるから。だからオイラは あいつに分からせてやろうと。そういうことなら一緒に行っても構わない。本当か？先に断っておくが、俺は多少知識があるとはいえ世界一と言えるほどこの道を極めているわけではない。知識の海には果てがない。見聞を広めることはいいことだ。俺がいればお前たちも安心できるのだろう。それにもし本物の専門家に会えるのであれば、俺も切磋琢磨するのにまたとない機会だ。そんなに謙虚にならなくてもいいと思うけど、とりあえず勝利が同行してくれることになったし、タイのところに戻ろう。
お、その人がお前たちの友達か？そうだ、この先生こそが世界一鉱石と地質に詳しい人だ。大げさだな。多少その道に覚えがあるだけだ。俺が見つけた人も絶対に引けを取らないと思うぜ。まあここで言い合ってても拉致が開かない。彼が来たらその目で確認してみるといい。ここでいいんだっけか。お、来たか。紹介しよう。俺が見つけた助っ人、クンジュだ。クンジュ、こっちは冒険者協会から来た冒険者で、こちらの先生は、王城堂の格系勝利先生。その名前俺も耳にしたことがあるぞ。聞くところによると知識が豊富で才能あふれる方だとか。まさかこんなところで本人に会えるとは。その顔どこかで、もしかして王城堂で会ったことが。いや、でも僕は王城堂に行ったことがないし。タイ、早速試してみないか。そう言われてもどう比べたらいいのか俺には見当もつかないんだが。じゃあお前たち二人で勝負の内容を決めてくれ。勝利が勝ったら勝利に手伝わせる。逆にもし勝利がって勝利が負けるはずないよな。勝負いいですよ、望むところです。臆することなく望むか、いいことだ。あなたを一目見た時からこの業界の玄人だとお見受けしていました。でも僕より上かどうかは試してみないと分かりませんよ。なんだか偉そうだぞ。本当のことを言っただけです。それに僕にはこれくらいしか取り柄がないですから。つまり君主殿は鑑定士なのか。いえ、そういうわけでは。実はその記憶が曖昧で、リーユエコーに何をしに来たかもよく覚えていないんです。ある日突然タイに声をかけられまして、僕が石を持ってるのを見て彼がいくつか質問してきたんです。それに答えたらここに来るようにと。そんな曖昧な状態で来たのかよ。俺がリーユエコーに来る途中、クンジュが何か言いながら石の手入れをしている姿を見たんだ。石についてすごく詳しそうだったんでな、気になって質問したんだよ。そしたら甲府の俺よりも石に詳しいときた。でやることがないんだったら俺のところに手伝いに来ないかと誘ったってわけだ。でも記憶が曖昧なのに大丈夫か？そこまでひどいわけじゃありません。それに石のことなら必ずお役に立てると思います。勝利先生、この石を見てどう思いますか？この石は外側が滑らかで、表面のひび割れは火山の噴火によるものだろう。俺の考えに間違いがなければこれは他国の石だ。なかなか鋭いですね。それもただの石ではない。殻が薄く線が黒い。おそらく中には良質な水晶鉱が入っている。ご名答。この石は火山の周りにあったものです。市場で見つけたので買いました。売り手はこの石の価値に気づいてなかったみたいですけどね。もちろん純度や質の高さだけでは珍しいものとは呼べません。お宝と呼べるような価値の高い水晶はその中に水や砂金を含んでいるんです。この石の中に隠されている水晶は形を成す際に水を含んだようです。水が夜の山々の満月のようにそこに隠され、空を映しながら流れ動く非常に珍しいことなんですよ。そんなに詳しく、まるで直接見てきたみたいな言い方だな。オイラたちをからかってるんじゃないよな。だってまだその石の中身を見てないだろ。いや、彼が言ったことは事実だ。水晶はそのほとんどが高温環境で生成される。高温と水は相性が悪い。そのため水入り水晶は貴重な品だ。そしてこの水晶が含んでいるものはおそらく鉱山の湖の水。
さらに珍しい。勝利までそう言うなら本当なのかも。勝利先生のような目を持つ方に会うのは初めてです。僕よりも詳しい。石の中の様子をどうやって知ったんですか？見識を深めていけば自然とわかるようになる。大したことではない。君主殿もあまり気にしないでくれ。いえ、そんなことないですよ。これも何かの縁です。ぜひ僕とお友達になってください。タイ、勝利先生を一緒に連れて行くべきです。僕を信じてください。彼はすごい目利きの持ち主です。こんな人一生に何人も会えないですよ。わかった。人が多ければそれだけ力になる。全員俺と一緒に双眼巨炎の鉱山まで来てくれ。行方不明になった仲間たちを探してほしい。ここが事件の発生現場だ。6日前、俺と何人かの仲間で外の用事を片付けにここを離れたんだ。そしてその用事を済ませて帰ってくると、留守を任せていた仲間のうち4人がいなくなったと聞かされてな。仲間と一緒に鉱山のあちこちを探したんだが見つからなかった。その上、手がかりすらも見つけられず、今回依頼を出したってわけだ。つまり甲府が4人行方不明ということか。そうだ。もともと俺らは10人いたんだ。行方不明になったのは、阿龍、銀代、銀次、翔も、みんな俺と一緒に仕事をする甲府だ。この種の仕事に携わる人間は、体つきのいい青年が多い。その4人の甲府だが、他の鉱山で鉱石を掘っている可能性は？ないと思う。ここ一帯に宿はない。それにここに来た時、他に採掘中の鉱山は見当たらなかった。こんなに大きな鉱山を全て探したんですか？ああ、まんべんなくな。井戸の底も探した。残すは地面の下くらいだ。でも4人の人間が穴を掘って地底にいるとは考えにくいだろ。
現場を詳しく調べてから結論を出そう。ああ、わかった。俺はここで待ってるから、好きなだけ調査してくれ。もし何か手がかりを見つけたら、俺に教えてくれよ。4人の人間が突然消えるなんて、さすがにおかしいぞ。それに、ここから離れた場所に行った可能性だってあるよな。とりあえず、この辺りで手がかりを探してみよう。調査のことは頼むよ。上着とズボンが散らかってる。この鉱山にある生活用品は態度のたちのものだろう。1、2、3、4、はあ、間違いない。上着とズボンそれぞれ10着ある。これって着替え用の服だよな。ほら、タイが着てるのと同じだし。ということは、行方不明の4人は6日も服を変えてないってことか。あと、顔を洗う石鹸とタオルがあるな。あ、それにこれは道具とかを入れとく作業カバンだ。洗顔用の備品に採掘用の装備か。ってことは、荷物を持たずに出かけたのか。ふん。それはない。採掘用のツルハシが4本なくなっている。つまりそれだけは持っていったのだろう。それらの道具を持っていく余裕はあったのに、生活用品を持っていく余裕がなかったとは考えにくい。一体どんな状況になったら生活用品を持たずに道具だけを持って出かけるんだ。一つ、彼らは近くで作業をしていたため荷物を持つ必要がなかった。しかし、未だに誰も帰ってこないところを見ると、この説はおのずと違うことになる。二つ、もし彼らが意図してここを離れたのではないとしたら、荷物のことを考える余裕がなかったのだろう。え？その可能性は低くない。真相を知るためにはさらなる手がかりが必要だ。自分たちから出かけたんじゃなくて、誰かに連れ去られた。この可能性を記録してタイに伝えてみよう。ちょ、ちょうどよかったです。何か発見したのか。ここに鉱石があったのですが、もしかすると何か手がかりが見つかるかもしれません。鉱石？その鉱石が行方不明と関係があるのか。それは確かめてみればわかります。少し待っててください。見えました。4人の大人、それと
子供のような人影が鉱山を離れていきました。子供？どうして鉱山に子供が？僕にも分かりません。それに見えたってどういう意味だ？ああ、それは文字通りの意味です。誰にも言わないでくださいね。自分でもおかしいことは分かってるので誰にも言ってなかったんです。実は僕、鉱石の記憶を見ることができるんです。推測や予想ではなく見えると？さっきみたいに石に手を当てるだけで分かるのか？はい、僕からすれば鉱石にも記憶があるんです。鉱石たちは周囲で起きた出来事をたまに記録していて、僕は触れることでその記憶を見ることができます。すごいな。じゃあ何でも知ることができるんじゃないか？それは石の種類にもよります。鉱石の記憶能力には差があるんです。鉄鉱石や白鉄の塊など一般的な鉱石だと記憶がぼやけていてほとんど役に立ちません。一方、石白や水晶の記憶能力は高く、記録できる量も多くて鮮明です。石を目に、実に興味深い。これは非常に珍しい能力だ。タイ殿がクンジュ殿を誘ったこと、実に賢明な判断だったと言えるだろう。皆さんのお役に立ててよかったです。多分彼らはこの道をまっすぐ向かったのだと思います。来たか。この道に沿っていけば鉱山を出ることになる。彼らは北へ向かった。この手がかりを記録してタイに伝えよう。もしかしてあの子供が彼らを連れ去った？よっ、よっ。ここの労働者か？ああ、そうだ。行方不明者の件で調査しに来たんだろ。頼む、みんなを助けてくれ。一体何が起きたんだ。あの日は空が暗かったのを覚えてる。頭が何人かの仲間を連れて外に用事を済ませに行ったんだ。俺と他の4人の仲間は鉱山に残って作業をしていた。その時俺は少しだけサボってたんだ。でも少しだけだぞ。一番奥のテントで俺は寝てた。そして目が覚めると跡形もなくみんな消えてたんだ。少し前まで普通に話をしてた奴らが突然消えちまって、まさか今度は俺の番なんじゃ。テントにいた人間は失踪を免れ、外で作業していた者だけが失踪したか。もしかすると作業区域で何か起きたのかもしれない。え、そんな。作業区域で何か起きた可能性がある。これも手がかりとして記録しておこう。手がかりも結構揃ったし、タイに報告しに行こう。仲間たちは一体どこに行ったんだ。あー、怖い。
帰ってきたか。調査の結果はどうだった？近くで手がかりを3つ見つけた。1つ、ツルハシが4本なくなっていたが、生活用品は1つも減っていなかった。つまり皆自発的に出て行ったのではなく、誰かに連れ去られたということになる。誰かに連れ去られた？でも一体誰がそんな。2つ、鉱山にはもともと5人の鉱夫がいたが、1人は仕事を怠け作業区域を離れて寝ていた。彼が起きると仲間は全員失踪していたという。作業区域にいた人が消え、休憩区域にいた人は無事だった。つまり事件の発生地点は作業区域だ。そういえば確かにアコはサボっていたと自分で言ってたな。まさか誰かが作業区域に入ってあいつらを連れ去ったのか？俺が言いたかった最後の手がかりがそれだ。クンジュ殿のある調べにより、彼らは一人の子供によって鉱山から連れ出されたことが分かった。子供？この近くには住んでいる人なんて少ないし、ましてや子供が鉱山に来るなんてありえない。でも本当にそうみたいなんだ。4人とも子供と一緒に出て行った。それで一体どこに？俺たちの調べによると、彼らは道に沿って北へ向かった。鉱山を出て遺跡の方へ行ったのだろう。北か。よし、今すぐ人手を集めて探してくる。調査のことを全部丸投げにしてたんだ。探すのは俺と仲間たちでやる。善は急げだ。まだ追いつけるかもしれない。待て、事件が起きたのは6日前だ。たとえ彼らが歩きだったとしても、すでに遠くへ行っているだろう。それもそうだな。なら俺は仲間たちと一緒に北へ続く道を進み、その近くに住む人たちに何か知らないか聞きに行こう。鉱山を離れれば宿にできる民家の数は限られてくる。この調査は俺たちに任せてくれ。みんなには引き続き手がかりの調査を依頼したい。二手に分かれ、途中で会うことがなかったら明日の晩に防除旅館に集合しよう。いいだろう。それじゃあ俺は仲間たちと先に行ってる。今の状況をまとめると、オイラたちは引き続き調査をして、タイたちは付近の住民に情報を聞く。これでいいんだよな？ああ。でも鉱山にはもう手がかりがないよな。オイラたちも北に向かった方がいいんじゃないか？待て、クンジュ殿がいない。え？あ、本当だ。クンジュのやつまだ調査してるのか。探しに行こう。いや、クンジュ、何探してるんだ？手がかりはもう見つかったろ。そろそろ出発しようぜ。ごめんなさい。実は個人的に沈流石と呼ばれる玉石を探してまして。沈流石？沈流石は一般的に鍛造に使われる鉱石だ。なぜそれを？わかりません。ごめんなさい。理由は僕にもよく。ここ最近頭がぼんやりしていて、名前と住所以外何も思い出せないんです。正直何かやるべきことを忘れている気がして、今もずっと焦燥感に駆られてます。でもそれがどうしても思い出せなくて、心がモヤモヤして。あ、オイラもその気持ちわかるぞ。何か忘れてるのにそれを思い出せないって感じ。はい。一体どこへ行けばいいのかもわからず、僕はブラブラと歩いていました。そしてある日、市場で買い物をしていたところ、沈流石のことを話す声が聞こえてきたんです。その言葉はすごく聞き慣れたもののように感じました。僕がやらなければならないことがその意思と関係してるような気がして、だから探しているんです。もしかしたら石を手にすることで自分が何をしようとしてたのか思い出せるかもしれません。なるほど。この旅の途中、俺もその石のことを心に留めておこう。
本当ですか。ありがとうございます。勝利先生は本当にお優しい方ですね。大したことではないから気にするな。それじゃあそろそろ出発するか。ああ、双眼巨炎から北へ向かえばレイク館にたどり着く。彼らがこの道を進んだのなら道中必ず痕跡があるはずだ。よし、じゃあ行ってみよう。よいしょ、ミュージックスタート。待て、ここに手がかりがあるぞ。きっとあの甲府たちが残したものだ。レイク館の出口に向かおう。そこに足跡がなければ彼らはまだレイク館の中にいることになる。もし新しい手がかりを見つけたら、それをたどろう。どうやらレイク館を通過してさらに先へ行っているみたいだな。足跡を追えば彼らの行き先が分かるはずだよな。あれ、足跡がここで途切れてる。付近の人に聞いてみよう。もし甲府たちがここを通っているのなら誰か見ているものがいるかもしれない。
田中。それよっ、わめきなさい。早く。はっ、へい、結霜せよ。見ておらんの。そっか、他の人に聞いてみよう。ちょ、4、5日前だったかしら。何人かここを通ったわ。カゴを背負ってツルハシを持ってたわね。おそらくその人たちがそうじゃないかしら。そうそう、それだ。 4、5日前、どうやら彼らの歩く速度は予想よりも遅いようだ。おそらくはレイク間の地形に手間取ったのだろう。あの人たちすごく変わってたわ。4人の大男が眠そうにぼーっとしててね。先頭には子供がいて、ゆらゆらって。その子供の姿ははっきりと見たか？ちらっと見ただけだけど、青い髪で背が小さかったわね。多分女の子だったわ。それにその子すごく真剣な表情をしていた。少しも笑うことなく。彼らが歩いたのはこの道か？そうよ、ここから先へ向かったわ。オイラたちも追う。あんな光景初めて見たわ。あの大人たち寝てたのかしら。おかしいわね。ですが、気性が荒く横を通っただけで襲いかかってきたんです。
助けてくれてありがとうございました。私は遠玉リーウェ聖路町に所属していて文化遺産の研究をしてます。おー、候補じゃなかったな。候補？オイラたち4人の候補を探してるんだ。みんな背の高い大男で採掘に使う道具を持ってる。あなたが言うその人たち、私見たかもしれません。本当か？はい、一昨日のことです。南天門からレイク館へ向かう途中、反対側から一人の子供と何人かの大人が歩いてきたんです。それが急いでいたのでよく見ていませんでした。顔の特徴とかは覚えてません。ごめんなさい。いや、十分だ。感謝する。お役に立てれば幸いです。これから学術会議に参加する予定がありますので、私はこれで。助けてくださってありがとうございました。さっきの学者によれば、甲府たちは南天門の方へ行ったみたいだな。でも同じ人たちかどうか分かりませんよ。子供と大人のグループなんてめったにないだろう。じゃあ、あそこの石を見てください。おお、その手があったか。多分使えそうです。試してみますね。間違いありません。同じ人たちです。この道に沿って進んでます。クンジュ殿が石から記憶を読み取るところは何度見ても興味深い。こんなことは普段何の役にも立ちませんが、勝利先生にそのように言っていただけて光栄です。クンジュはオイラたちのコンパスだな。お前のおかげで迷わずに進めそうだ。そうですか。同行した甲斐がありました。うん、この感じ事件を捜査しているみたいで面白いですね。それは結構だが、警戒も怠るな。4人の成人男性が呆けながら連日子供の後ろをついていき山を越えている。これは尋常なことではない。はい、その通りですね。勝利先生は実に慎重なお方だ。それとあの学者を襲ったベビービシャップだが、あそこまで攻撃的な魔物ではなかったはずだ。ここに至るまでに様々な手がかりを入手したが、それらと一体どんな関係が。甲府たちは一昨日南天門へ向かった。ここから行くには険しい山道を通ることになる。仮に彼らの目的地が南天門ならば追いつける可能性もあるだろう。おう、すぐに出発しよう。先ほどこの近くに印を残しておいた。万が一タイ殿が追いついてきたら、印をたどって俺たちを見つけられるだろう。さすが勝利だぜ。よっ、はい。
オイラたちの探してる人じゃない。横にカゴも落ちてます。確かに甲府のようです。おーい、オイラたちの声が聞こえるか。この様子だと疲れ果ててここで気絶したか。起こすか。まだ掘れる。あ、何か言ってるぞ。これほどの執着、異常だ。近くに休める場所がある。そこにこの人を連れて行ってから今後の策を練ろう。過労で昏睡状態になっている。幸い命に別状はない。オイラ、さっき聞こえたんだけど、何か掘るって言ってたぞ。そのせいで疲れたんじゃないか。可能性はあるな。あれ、この人の懐に何か。これは鉱石の破片。皆さん、この人が持っていた鉱石の破片の記憶を見ました。この破片はこの人が鉱山から持ってきたものです。この人は確かに僕たちの探している甲府の一人のようです。その彼がここに倒れていた理由、一体何だと思う。誰かに連れ去られた後、ここに捨てられたとか。でもそれならなんでここまで連れてきたんだ。何かが起き、彼を一行から外すしかなかったのだろう。ダメだ、全然わからないぞ。あ、そうでした。この破片を見て思い出しましたが、皆さんに渡したいものがあったんです。なんだなんだ、プレゼントか。俺たちに。タイと出会う前までずっと頭にモヤがかかっていたんですが、皆さんと調査をしていくうちにそのモヤが晴れてきたんです。タイが皆さんに依頼してくれて助かりました。もし皆さんがいなかったら、僕一人ではこんなに多くの手がかりを見つけられなかったでしょう。これは僕が市場で買い集めた水晶です。ただの水晶に見えますが、実は珍しいものなんですよ。一人一個ずつ記念として受け取ってください。綺麗な水晶だな。見る角度によって全然違う。遠慮せず受け取ってください。これは勝利先生に。あれ、どうしたんです。好みに合いませんでしたか。いや、そんなことはない。ただこんな時に贈り物を受け取るとは思わなかっただけだ。ありがとう、大事にさせてもらう。受け取ってくれてありがとうございます。価値のあるものはそれを分かってくれる友達に送ってこそ意味がありますから。ここ一帯は石も多いので、僕はこの辺にある石を適当に触ってみます。クンジュは本当に石が好きなんだな。鉱石は大地の結晶であり、時間の積み重ねでもあります。それらと一緒にいると安心できるんです。皆さんはゆっくり休んでてください。出発前に一声かけてくれると助かります。僕はすぐ近くにいますので。心配するな。さっき周囲を見たところ危険はない。そうだ、お前に話すことがある。え、なんか深刻なことか。旅人、沈流石についてどんな印象を持っている。クンジュが探してる鉱石だよな。何か特別な意味でもあるのか。沈流石は鍛造に使われる珍しい鉱石だ。一般的な水晶はそのほとんどが高温環境下で自然に形成されるが、沈流石は元素反応によって生成される結晶だ。元素反応で物
が作れるのか？ああ、しかし長期保存できるのはごく一部だけでな。沈流石は千年前の戦いの中、強烈な元素力がぶつかり合ったことにより誕生した。そして戦いが終わった後もそれらが奇跡的に形をとどめたんだ。そうだったのか。だがやはり造物であるため結晶の数は少なく知名度も低い。それに数百年前にはすでにもう採掘し尽くされている。現代のリーウェ人がなぜ今はもう存在しない鉱石を探す？確かに。それにこの石の存在を知ってるならもう掘り尽くされてることも知ってるはずだな。おかしいぞ、矛盾してる。鉱石を商売にする者の中にも沈流石に興味を持つ人はいる。しかし君主殿のように動機がはっきりしないまま石を探すのはいささか妙だ。別の意図？あ、悪いやつなのか？今はまだ断定はできない。だが様子は見た方がいいだろう。それと今一番重要なのは鉱夫たちを救い出すこと。それ以外のことは遅かれ早かれ明らかになる。相手との距離は縮まってきている。このまま進めば残りの鉱夫も見つかるだろう。休憩が終わったら君主殿に声をかけて調査の続きと行こう。先ほどの鉱夫はあのまま休ませておくのがいい。事件が解決した後に戻ってこよう。それと態度に書き置きを残す。そうすれば彼が来た時にすぐ対処できるはずだ。僕もちょうど終わりました。何か収穫は？ここ一帯の石が綺麗だということ以外特別なところはありませんでした。触れても何も見えず、手がかりも。やっぱり鉱石の記憶は時と環境によって変化するみたいです。具体的には分かりません。ただ鉱石に残ってるのは最近の記憶であることが多いですね。昔の記憶は見れないのか？岩は長い時を経ても変わりませんが、記憶は時とともに消えてなくなります。長期保存できる記憶は大抵は強烈な感情や気持ちを持ったものだけなんです。人間と同じで現実的だな。はい、そうなんです。では先に進みましょう。うわ、大きな木ですね。なんか不思議な結晶がたくさんあるぞ。気になる。この古樹、二手に分かれて調査しよう。向こうは俺が見る。ここ一帯はお前たちに任せた。ああ、調査できそうなものは見つかったか？石碑が一つありました。なんか役に立たなそうだな。他の場所を見るか。いや、ダメ元でやってみましょう。いえ、大丈夫です。少しめまいがしただけですから。
今のところまだ何も。仕方ないな。オイラはあっちを探してくるから、お前は木の上を見てくれ。見てみないとわからないだろ。それに高いところからなら心を見渡せるぞ。そうですか。そうだぞ。オイラの考えに間違いはない。いや待てよ、オイラってば止めるじゃないか。やっぱりオイラが行ってくる。お前たちはここで待ってろ。すぐ全員こっちへ。あれ、勝利の声だ。木の後ろの方から聞こえたけど、何か手がかりでも見つけたのかな。もしかしたら人がいたのかも。早く行ってみよう。この道は新しい。どうやら答えはこのすぐ先にあるようだな。中から声が聞こえるぞ。おいら一番前は嫌だぞ。安心しろ、先頭は俺が切る。中から尋常ではない気配がする。警戒を解かず戦う準備をしておけ。このトンネル、彼らが掘ってできたのかもしれない。あの門、元からあったのか。古き封印に続く道だ。誰かが止めなければ彼らはあのまま掘り続け、封印の門を開けるだろう。まさか封印の中に何か。直々のお出ましとは。貴様に封印された復讐がやっとできるわい。なるほど、あの子供はお前の力によって形成されたものか。しかし弱打竜を覚えているか。こうなったのは俺とお前の本意ではない。ザレ言を死ね。ウサギ博
元気出してよ。いや、付き合う。甘い。油断した。へい。やっ、結婚せよ。沈まらぬ。バーバラ、行くよ。みんなを。難しいこと。新天道地。は。勇者は山岳を知らず。いざ。た。揺らぐことだ。た。隙あり。や。す。は。元気出してよ。はい。恐るるに足らず。平気率先陣。はっ、わめきなさい。はっ、よっ。それ、兵糧のようにうなれ。砕け散れ。千年もの雪辱を晴らす。ミュージックスタート。沈まらぬ。粉々だよ。ちょ、なかなか揺らぐことなし。いや、対策を知らず。みんなを守るからね。はっ、やだ。ほっ、よっ。ふん、我を裏切った貴様がまた我を裏切るというのか。そう思うなら、それも致し方ない。いつの時も記憶を持つ者は真実という重みを背負う。先陣。た。わめきなさい。よっ。結霜せよ。はっ、よっ、はっ、はっ、よっ、避けよ。よっ。揺らぐことなし。ミュージックスタート。百発百中。大地の踏みきなさい。沈まらぬ。平気率先陣。たせ。先陣。それ。沈まらぬ。
せる。回復した。まさかお前は。戦闘に集中しろ、モラクス。みんなを守るか。よっ。ふっ、わめきなさい。それ、へい。かつて貴様に地下に封印された我が、よもや千年後もまた貴様に。宿命として受け取れ、ジャクダ竜王。宿命、宿命、宿命。それが神の器とでも言うのか。不要なものを滅ぼし、殺戮者を率いて荒野を蹂躙するのか。違う、貴様が忘れたのだ。この声、ジャクだ。え、クンジャン。久しいな、モラクス。貴様は一体。見ての通り、ジャクダ竜王だ。先の戦いの中、お前は力を全て俺たちに使った。仕方のないこと。これが我の持つ全てだ。真相を告げなかったのは悪かった、旅人よ。我もこの木の下に来てからはっきりと理解したのだ。正確には我は完全なジャクダ竜王ではなく、その一つの欠片に過ぎない。天地、陰陽、両義、我とそこの竜王をそのような存在だと思ってくれていい。我らは皆、ジャクダ竜王の意志なのだ。ジャクダ竜王が二人も？ありえん。まさか貴様は。結界が緩み、貴様の力が外界で子供の形を形成した。貴様はそれを通して鎮圧された怨恨を訴えたが、人々が振り向くことはなかった。そこで貴様は封印が緩んだことを利用しようとした。甲府をさらってきたのも封印の中と外から同時に攻撃し、それを解こうとしたからだろう。
されごと。貴様が我の一部だというなら、なぜ裏切り者の側に立つ？我は封印が緩んだ時に覚醒したもう一つの力、個体になるほどの力は持たず、こうして人間に憑依するしかない。我の意識は混沌であった。自分が誰なのかも分からず、過去に関係があったことにしか反応しなかった。我の目的はただ一つ、モラクスを見つけ、彼に貴様を止めさせること。沈流石の一件で異変に気づいたが、もしお前の力がもう少し強ければ、もっと早くに気づけていたはずだ。貴様のせいではない。我はとっくに変わり果てた。あの古代石碑に触れて、やっと過去を思い出した。長かった。若い人間と年老いた竜が知り得ない秘密。モラクス、貴様から言うか。どちらでも構わない、お前が決めろ。相変わらずだな。では我が言おう。ジャクダ竜王はもともと元神モラクスの友であり、戦友であった。寿命も人間をはるかに超えている。大地の生物はこの地面にある岩のように。岩の記憶は長くは持たない。残留できるのは強烈な感情のみ。時が経つにつれ記憶は薄れる。摩耗こそがこの世界がそれに課した導火線なのだ。摩耗によってジャクダ竜王の思考は奪われ、旧友の面影も思い出せなくなった。かつて自身がリー・ユエクオを守っていたことも。竜王は暴虐を尽くし力を振るった。それは人間が我を支える地脈を荒らしたからだ。確かにそれは事実だ。だから貴様は双眼巨炎を攻撃し、モラクスとあの戦いを繰り広げた。当初領土を開拓し生産性を発展させるために、リー・ユエ人は鉱山で採掘を始めた。しかし過度な採掘は地脈振動を引き起こし、我らを苦しめた。摩耗も我らをより獣のようにした。どれほどあがいても我らは人々と共存する力を失い続け、理性を失った。モラクスは自身の力を用いて我らの摩耗を食い止めようとしたが、それも無駄だった。摩耗は天理のなすものであり、止められない力であったからだ。だから我らは貴様となり、貴様の意志から我が生まれた。我は貴様の最後の契約、ジャクダ竜王とモラクスの契りを見届けるがいい。生き通ろうとも構わないが、否定はするな。やめろ、やめろ。我こそはジャクダ竜王の善意の残滓、契約の意志を掲げ、未来のため人類と平和に共存することを願わん。断る。我はジャクダ竜王、元素結晶により生まれし者、大地の力と記憶を背負い、三界と共に年月を歩む。決して虫けらの盟友などではない。モラクスは虫けらではない。虫けらの神なんぞ、虫けらも同然。貴様は忘れたのだ。モラクスを最も認めているのは
様であり我でもある。貴様が忘れたことも我の心に残っている。貴様が大地の記憶だというのなら、我は人間と共存する記憶だ。天道万象三回家業。高知先生三女別用おかしい。なんだこの感覚は。これは一体。貴様はとっくに枯れ果てた。我より先に消滅する。しかしその前にこれを貴様に授けよう。春になれば荒野に雪が降り一瞬で溶けゆく。それが束の間で貴様の心に痕跡を残せなくとも、たとえそれが最後であったとしても。違う、そんなもの宿命だとは認めない。宿命でなくともすでに定められたことなのだ。もらっくせ。あの女の子が完全に消えた。弱だ、もういいのか。自らけじめをつけたのだ。良くも悪くもない。モラクス、貴様今の名を勝利と言ったか。ああやはり我はモラクスと呼んだ方がしっくりくる。好きに呼ぶといい。貴様が我に与えたもの忘れん。大したことではない、気にするな。目が見えるものには分からんよ。盲目の竜が日の光を追い求める気持ちが。しかしモラクスがジャクダ竜王に目を授けたこと忘れはしないそろそろ力が枯れ果てる。相変わらず察しがいいな。少し外を歩かないか。今やるべきは封印の外にいる甲府の救助ではないのか。そうだ、だからこそお前と外を歩き、お前が引き起こしたことへのけじめをつけたいそれもそうだ、よかろう。ここに戻ってきたか。とにかく早くさっきの甲府の様子を見に行こう。お前たちここにいたのか。お前たちが残した手がかりをたどってやっとここに着いた。道中休んでいる将も見つけたからすぐに処置を施した。だが未だ他の3人は見つかってない。ん？君主、お前。大したことではない、心配するな。その甲府たちならその洞窟の中にいる。洞窟の中？何か起きたのか？体力を使い果たしてはいるが、命に危険はない。安心しろ。よかった。よかった。みんなありがとう。今すぐ様子を見に行ってくる。その人らを
リーユエ校に連れて帰るのか。ああそうだ、我も一緒にいいか。問題ない、みんな俺らの仲間の命を救ってくれた恩人だ。要求には必ず応える。だが感謝の前にまずはあいつらの様子を見に行かせてくれ。クンジュ、違う、リュウオウ、お前もリーエコーに戻るのか。我ではない、この体のことだ。我が消えた後、この体の主人を甲府たちと一緒にリーユエに連れ帰るといい。クンジュは名将の子孫、いつの日か必ず輝く時が来る。そのような人間に万が一のことが起きてはならん。お前は相変わらず家事に興味を持っているのだな。刀に目はなくとも職人には情がある。人情という二文字は人類が最も誇るべき思想であろ。弱だ、俺はもう眼神ではない。ああ、すでに察している。今の俺はただの平凡なリーユエ人だ。貴様ですらその一歩をたどるとはな。言っておくが、再び振動が起きた時、我が目覚めないという保証はない。構わない、その日が来たとしてもリーユエの民ならばお前と向き合う準備が整っているだろう。元王帝君がいないリーユエは本当に大丈夫か。神がいなければここは人の国だ。俺は人の神であった。人の聖水を見届ける義務がある。全ての命は年月により摩耗し変質する。貴様は我らの中で最も堅強な魂であった。しかしそれでも摩耗するとは。だが構わない、因果は天によって定められる。我らの使命が終わりを迎えるのなら勇敢に別れへの道を歩むべきだ。貴様は永遠の時を生きるだろうが、それは同時に孤独を背負うことにもなる。しかしそれも束の間のこと。時間の終わりに到達した時、過去と未来に関わった全ての人と再会できるだろう。寿命ならお前の方が長いだろう。元素によって作られた生物の寿命はこの大陸で最も長いかもしれない。そうでなければ我を殺せず、こうして我に無理やり合わされることもなかっただろう。冗談を、旧友との再会は喜ぶべきことだ。かつての双眼巨炎でのこと、ためらいはあったか。岩石には心がある。俺もまたしかり。しかし俺は契約の神、かつてのリーウェの神でもある。貴様は義を選んだが、ジンは捨てなかった。だから我を殺さなかったのだろう。我は自ら望んで封印されたのだ。竜は天を震わせ地を動かす。お前の力ならたとえ全盛期の俺でも一人で相手にするのは難しかっただろう。封印などもってのほかだ。だから我が生まれたのだ。どう取り繕おうが、我もリーユエの誕生を見届けた者。どんなに姿が変わろうが、自らの方法でちぎりを貫き通す。契約の神の友として、これが契約を全うする我の最後の方法だ。感謝する、ジャクだ。我の命は無限に近い、永遠の時と共に続くだろう。そしてモラクス、貴様も非常に長い時を持つ者。行くのか、モラクス。縁があればいつの日か必ずまた会おう。
ああ、心配はいらない。眠っているだけだ。なんか変だぞ。突然別人になったような。俺たちとクンジュは確かに互いを知らない関係だ。ああ、もうかなり昔のことだ。千年も経ったが、昨日のことのように鮮明に覚えている。前回の続きといこう。岩王帝君は山々を一人でくぐり抜け、地の割れ目から聞いたこともない音を聞きました。リーユエの地下に住む古代の岩元素生物、そのほとんどは目が見えず、何千年も空を見たことがない。その音は歌のように悲しくもあれば、雷のように恐ろしくもありました。岩王帝君は辺りを回り、岩層から奇妙な石を見つけました。それがジャクダ竜王だった。彼の望みに応え、俺が地上に連れて行った。岩王帝君はその石を憐れみ、自らそれを本物と見まがう巨竜に掘り上げました。俺が彼に世を見る両目を与え、契約を交わした。指を筆のように振るい、竜の目の玉をつけました。その瞬間、空に雷鳴が届き、本物の竜が現れたではありませんか。俺は彼が地上の人々と生きることを認めた。しかし、彼が秩序を破れば、再び暗闇に封印することになる。その後、竜はいついかなる時も岩王帝君のそばに仕え、一緒に戦いました。このような言葉があります。金石が砕かれ、埃を震わし、山と川を二つに裂いた。竜は命と目を与えられ、祝福の雨を大地にもたらした。千年前、ジャクダは双眼巨炎を襲撃した。俺がそれを阻止し、彼と戦いを繰り広げ、最後に彼を撃退し、地下に封印した。沈竜石はその戦いで生まれたものだ。ジャクダは沈竜石を本能的に感知することができる。だからそれをたどって俺を見つけようとしたのだろう。その対戦によって俺は彼を負かしたが、彼が俺より劣っていたということではない。彼の心には俺とリーユエ、そして地上の命への情があったのだ。彼は自らの意志で封印された。しかし魔王によってそれすらも忘れてしまったのだ。俺も逃れることはできない。ただ常人より心得があるだけだ。その時が来れば潔く離れるべきだと。力が強大であればあるほど魔王がもたらす危険も大きい。幾千年も経てば岩ですら疲れ果てるだろう。自らの手で友を封印した。それも俺が経験した魔王の一つだ。正しい道のために人々は諦め続け、失い続ける。もしかするとこれが天理が俺にかけた魔王なのかもな。しかし俺は人の神だ。どのように身分が変わろうと、この両目で人の歴史を知見する。やっぱりリーユエのことを気にかけてたんだな。大したことではない。俺の義務だ。今回は助かった。感謝する。どういたしまして。なんだ。そうだ、危うく忘れるところだったぞ。この前ダインスレイブってやつに会ったんだ。
その人がオイラたちにカーン・ルイヤの消失と神々の制裁について話してくれて、その出来事がオイラたちの探してる人と関係があるって知ったんだ。勝利、お前は何千年も生きてきた正真正銘の神だろ。だからきっとこのことも経験してるよな。それを言うことはできない。なんでだ？なんで何も言えないんだよ。オイラたちにとってすごく重要なことなんだ。わかっている。しかしすまない、これは俺の契約なんだ。まさかそのこともお前の過去やジャクダ竜王と同じように何か訳があるのか？この契約は全てが始まる前に交わしたもの。契約に従う俺にはそれを守る義務がある。そんな、俺はお前を友だと思っている。お前を失望させるのは俺の本意ではない。しかし契約の神としてこの契約を破ることはできない。こうなるって予想してたのか？お前はますますこの世界について分かってきたようだ。この大陸にはまだたくさんのことが、秘密がある。それらは長い時を経て人々に忘れられ見捨て去られてきた。お前ならそれを見つけ拾い上げることができるかもしれない。証明するために証人が存在し、受け継がれるために記憶するものが現れる。そのものへと向かう道の途中、数々の困難に遭うだろう。しかしお前がその道を正しいと信じる限り、その全てに意味がある。この石碑は利水定山神君によって建てられた。碑文ではジャクダを悪竜とし、後世の人を近づけさせないため忠告をしている。しかし残念ながら善と悪は紙一重、善悪が簡単に説明できるものであればよかったのだが。